はいお疲れ様でございます。いくいく選挙チャンネル、いくちゃんです。今日も動画始めてまいります。まあ、えー、っとですね、翼の党の選挙妨害の話なんですが、私はですね、これをですね、えー、岸田さんにくっつけました。はいさよなら自民党、さよなら岸田内閣の72回目。はい岸田総理って翼の党と同じ 倫理観の欠如、ええー、欠如はどうレベルなの。ということで、お送りしてまいります。ええー、今日は五月の。十三じゃないですね。今日は。ええー、十四日ですね。十四日。はい、二百三十四日目、十四日ですね。 えーとですね、翼の党がですね、東京15区です、ね、衆院補選の選挙妨害ということで、えー、ガサ入れが入りました、まあ。まだ妨害かどうかっていうのはこれからなんでしょうが、まあ、おそらくですね、機動隊まで導入して、えー、あそこまでしたんですから、まああの、ただでは済まないでしょうというところですよね。で <laughs> えとまあ、その翼の党が何したかというのはですね、えー、実はですね私ですね、その現場に2回ほど立ち会っておりまして、えー、言ってもいいのかなと、はい、このことについて、まあ、あの1回、2回、えー、維新と維新の金沢さんですね、それと、 保守党の飯山さんに妨害に来たところ、特に飯山さんへの、ね、妨害はひどかったですね。はい、で、あれをね、ヤジと呼んでるんですが、これ、ヤジって調べたんですね、ウィキの引用ですが、主に他人の発言の合間に、非難や冷やかしの言葉を浴びせかける行為で、お,およびその発言ね、同志化させてやじるという言い回しも用いられるといいますが、 あの彼らがしてたことは太鼓を打ち鳴らして邪魔をしたりそれから、えー、もう連子ですねただのね、えー、お前はあのユダヤ人の <laughs> 犬だとかあと、まあ、乙武さんは不倫のこと言われてたし、えー、金沢さんはですね金沢さん本人ではなくて 維新へのお、まあ、万博ですね、万博へ、えー、の非難なんですが、まあ、連呼なんですね、ただね、でその連呼に対して答えろ、答えろ、答えろって言って、えー、当人たちが演説しているところをさらに大きなボリュームで、えー、覚醒器でかぶせていくという行為だったんですね。しまいにはですね、廃校もね、持ってきて、鳴らし出しまして、あれはあのー、やつらのいう演説には当たらないし。 え相手の選挙事務所まで押しかけて、えー、扉もしつこくノックしたり、えー、その前に座るということは、やっぱり選挙運動とは関係ないですよね。で、これをですね、やっぱり選挙、うん、その期間中に取り締まることができない日本の警察っていうのは、やっぱどうかしてますよね。ただ、その、おこれを、やつらをそういう行動にさせたのは、 えその、えー、前段がありまして、まあ、安倍総理があ秋葉原、それから札幌での演説を、まあ、この時はね、奴らではありませんが、あ妨害されてるんですね、でそれの選挙が、ですねまだ決着ついていないのですが、2審まで行ってるのかな、2審まで行って2つあったうちの1つは、えー、やはり、えー、無罪ということにはなってないんですよね。 えー、女性と男性と2つあって、その女性の方はどうは無罪らしいんですが、もう1つは、えー、今のところ、その無罪とはなっていないということなので、えー、奴らがよりどころとしているにしては、判例としてはまだ決まりはついていないんですが、えー、逮捕もされていないということで、やっぱり日本の警察の対応が甘いと、はいそこにつけ込んだんですね。でまた えー、安倍さんの、ね、選挙、えー、それは昭恵さんが、ねえー、取り仕切って、えー、あの選挙運動をしてるんですが、そこにやつ、ね、らはその時から昭恵さんについて回って、えー、妨害をしていたと、はいで、そういうことをやっぱり一切取り締まっていないということと、まあ、今回も自民党がですね一言だったと思ってるんですね、あれね。ですが、自分たちもやられたらどうするんだっていうことと、 次の都知事選がですねそんなね、えー、ことになったら、ね、もう大混乱ですからね、まあ、いよいよこう手をつけずにはいられなくなったということなんですね。でつまり、ですねこれいあのあのそのやつらを支持したその選挙演説妨害、選挙妨害を明らかな妨害ですよ、私も演説聞いてたんです、井山さんの。そしたら もう顔ここまで来て私の顔の本当ここまで来て、えーえーとね、非難されました。で我々は演説終わった後に明かりコールなんですねポストは。明かり明かりってやるとやつらはなんかこうあの大きい声を出してもう顔をここまで近づけて我々一人一人に威嚇して回ってるんですよ。これって犯罪じゃないんですけど、ね、あの時は我々を訴えたらどうなんでしょうかね 暴力を振るわれたということで、私ずっと取ってましたから、証拠も残ってるし、訴えることはできるんでしょうかね、まあね、めんどくさいんで、そんなことしませんけど、これ、どうなんでしょう、皆さんが iPhone でこう持って、えー、スマホで録画してる人も多かったですから、これを持って、えー、と脅されましたと、もうそれ以来、もう心が痛くて、あもう夜も眠れませんっていう訴えを起こしたら、どうなるんでしょう、あそこで100人ぐらいが。 まあそ,そういうのもありかもしれないですね、これからね。えー、まあ、そんなこともありまして、あれをやじとは言いません、やじって、もうちょっと相手のをこう、例えば弱みにつけこ、なんだろう、その上げ足を取るっていうか、相手の行動、相手の,その演説のおかしなところをこう上げつらって、一言、二言、その間、まま、ですよね、タイミングですよね、歌舞伎でいうところのこう、なんだろう、あの掛け声、なんて言うんでしたっけ。 あとわや、とやっていう、あれとね、ああいう粋なところが必要であって、あのでかい声でただがなるというのはですね、脳がないっていう証拠ですよね。はい。まあ、あの私はあの相当ね、えー、やつらにもうやられた被害者としてもいいというぐらいの立場ですので、えー、ここまで言ってもいいんじゃないかと、はい、考えておりますで。で、ところで、岸田さんに戻るんですが、岸田さんはですね、まあ、特に、 えー、外国人、特定技能外国人をこう、ねえー、5年間で82万人増やすという政策をしていますが、その外国人を連れてくる、えー、仕事をですね弟さんの企業がしてるんですね、弟さんがその仕事をしてるんです。でこれって、えー、家族への利益誘導じゃないんですかと。まあ、実際にはその総理のね、親族がその仕事をね、 えーまあ、そこの証拠もないでしょう、弟のためだけにやってることではないので、特定することは難しいんですが、まあ、不分立ですよ、えー、法律にはならない、えーまあ、倫理観、もしくは常識ですよねで、それに当てはめて考えると、私は岸田総理っていうのは非常識、倫理観の欠如、と思うんです。という部分において、ですねやってることがですね、 翼の党のあのやつらと変わらないんじゃないかと思うんですよ。日本の総理大臣があんなやからとやってることは基本的に変わらないと、はい、そう思いませんか。私はですね、えー、全く岸田総理というのはそういう人だと思います。まああのー、ここ1年まあ、総理、特に安倍さんが亡くなって以降の。 岸田さんはですね、LGBT 法案、はい、えー、党内でコンセンサスも取れていないのに通すと、それから先日のね、アメリカでの演説しましたが、実はあの演説っていうのは、向こうの民主党のスピーチライターが書いたんではないかとか、もしくは、えー、こちらが書いたものを向こうが添削したものを読んでいるというとも言われていますし、ほぼそれは事実のようです。 ウクライナ支援、えー、これも9兆円というのを、まあ、勝手に約束してきましたし、えー、パーティー権問題、えー、裏金、裏金言ってますが、本当に問題なのは、外国人にパーティー権を売ってるという、えーえー、と安倍さん、えー、誓いが問題だと思います、あのー、安倍派の一、まあ、人何千万という人もいましたけど、あんなもんは、えー、不記載、実際には法律的には裏金にはならないわけで。 災問題っていうことなんですね、正確にはね。えー、そこをですね考えると、岸田さんのやっている外国人に、ですね、まあ、特に中国人らしいんですが、いっぱいいるんですって、えー、安倍さんのパーティー券を買ってきてる中国人というのは。えー、ということは、外国人から献金を受けてるのも同じですからね、そこを法律を直さないで、えー、次の選挙に臨もうとしているんですよ。 それと、えーまあ、これ、ね、ステルス増税、えー、次回の動画にしようと考えておりますが、えー、もうとんでもない、もう20項目ぐらいあります、とんでもない項目です。それをですね、えーさまあ、裁判あ、裁判じゃないや、選挙にかけずに、勝手にこの法案を通していこうとするもう総理というのはですね、まさに倫理観、倫理のかけらも常識もないと、本当に私はひどい、もう人としてひどいと思っております。 こんなことをね、いつまでも許していてはいけません。まあ今6月解散という説がありますが、えー、またこれ岸田さんにねさせてはなりません。まあ自民党が減やするっていうのも考えづらいし、どっかと結んで結局過半数を維持するんでしょうが、まあね変わる政党もないから今しょうがないんですが、やはりですね、えー、政権交代しないまでも一定の おおこうそうですね事情作用を促したいとはいでまあこれを続けてですねそれに対抗する勢力を育てて、えー、まあ自民党をですねまあそうですね百人以下まあそうまあそもう小さい政党に合もぎゅっとしちゃってもうあのー、選挙ご受会としての自民党を崩壊させたいですねゆくゆくはねそうだな二三年ぐらいのうちに見たいなそれな。 あと総選挙2、3回のうちでそれが起きないかなと私は思っておりますんで、皆さんもどうですか、もうかといって、えー、自民党がダメだからといって、立憲入れてもり何の解決にもならないことは前回の民主党政権の時によく分かってますからね、えー、でメンバーもですねあの時の民主党のメンバーよりもさらにね、党員も悪いですから、えー、まあ、立憲は無理なんですよ、立憲も一緒になくなってほしいですね。 まあこんな状況を生んでいるのはまあ野党にも責任がありますからあの今いる政党の中あの政治家の方々のそうだな,なんか4分の3ぐらいは引退いただいてえもっと有能な方々にですねえ変わってもらえたらなとはいあと皆さんの若い中からですねシルバー民主主義なんて言ってますが あの投票率の高いジジババに、ね、向けた政治になっているのは、ジジバが悪いんではなくて、それは若い人たちが選挙行かないのが悪いんですからね、えー、選挙行きましょうと、はい、そのように皆様のお,のお子様、お孫様、それからお友達に、えー、よく、ねえー、伝えてください、そして、えー、最近ね、6で、ね、ほんと札幌もそうですし、最高裁でね、経産省トイレの問題があります。 こういう判決を下している裁判官にですね、やっぱ少し、これもですね、お灸を据えましょう。はい、えー。かつてないぐらいの、ちょんちょん、あのー、あのー、バッテンバッテンじゃないか、このちょんをつけていきましょう。ぜひ、お願いいたします。ということで、えー、あ、行き過ぎ本日もですね、動画、最後までご覧いただきまして、ありがとうございます。短めではありますが、これにて失礼いたします。 ありがとうございます。失礼します。